どうですか、この大きな時見た感想は。めっちゃでかいっすね。でかいですね。はい、カメ君は僕は2回目なんですけど。ああ、そうですか、2回目。何回見ても大きいですね。じゃあ皆さん、ね、これからあのピルボックス行きます。準備は大丈夫ですか？はい、頑張って行ってらっしゃい。あのビーチから戻ってこられて、今度昼食ですね、火鉢っていう、ね、あのマグロ屋さんに行きます。じゃあ行きましょう。火鉢、火鉢です。これは What's are you cooking?カルビー。あ、カルビーもこんな出来たてのどうですか？美味しそうですよ、カルビーも。カルビーもあのもし頼みたい方は頼めます。じゃあ行きましょう。あら、プッシュでしたね。引いてダメだったら押すといいと思います。はい、じゃあここがね、マグロ屋さんです。こんな感じでたくさんの種類があります。で、あのサーモンあったりとか、マヨネーズ、わさびマヨとか、スパイシー、秋バジル。あ、それ、ま、わさびの場所、罰ゲームがまだ忘れてるのかった。スパイシータビコ、オイスター、ね、いろいろあります。これサンプルっていうとね、食べられますので、で、味、美味しいのを選んでいただくといいと思います。これ450gだと20ドル、だから 200g だと10ドルぐらい買える。まあ、お得です。って言ってね、醤油とジンジャー、これベーシックなやつですね。あ、talk to him。 ちょっとサンプル食べてみてください。これね、結構美味しいですよ。毎朝オーナーが、魚市場で買ってくる。あのね、出来たて新鮮で冷凍しないからね、美味しいと思います。どうですか？美味しいですか？美味しいです。ピーナッツオイルって言って、ハワイで取れるんですね。あの、クク イ, ナクイって木の名前です。ククイって木からできるククイナッツの実があるんです。実から油が取れるんですけど、それを使ったやつ、砂糖、わかめ使ったりね、あのセサミオイル使ったり、美味しいです。これね、ハワイアンのトラディショナル、伝統的な食べ物です。あの、すぐね、ポキって言うと、ここでリムクックですね。これもね、結構、これちょっと塩味、どうですか？これね、スパイシータビコね、あのこれが、これも代表的な秋です。あのマヨネーズ、スパイシーってこれね、カキほど全然辛くないです。これはね、全然食べやすいと思います。全然、ちょっとスパイシーって感じ、ちょっと食べやすいと思いますよ。ね、美味しいですよね。はい、ツアー無事に終わりました。はい、どうでしたか、今日は。いや、ものすごくよくしてもらって楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうでしたか、今日は。めちゃくちゃ充実した一日を送りだと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しい一日だと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。晴れてよかったと思います。それでいろんな地域、おすすめとか教えてもらってよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい、じゃあ、今日番外編ということで、罰ゲーム、あのね、マカデミアナッツ、わさびを引いてしまった亀井くんが罰ゲームしてくれるということで、ご覧ください。どうぞ。罰ゲームやります。ホップステップキャンプ。ありがとうございました。面白かったです。視聴ありがとうございました。ハワイ、ハワイツアーではインスタグラムをやってます。結構フォロワー多いです。あとツイッター、フェイスブック、と LINE もしてます。あとウェブサイトもやってます。いっぱいハワイの情報載せてます。で、好きなように自由にツアーが回れて、好きなように自由ツアーが行けます。で、あとはハワイ、ハワイツアーのアメブロもやってます。
調子がいい時はハワイランキングベスト5に入ります。結構ハワイの情報載せてるんでチェックしてみてください。ハワイハワイツアーの YouTube もチャンネル登録してね。登録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 